ゴゴボラケミーツ松下春樹。さあ SBS ラジオの開局71周年を記念しまして、今月1日から今週木曜日まで開催しておりますゴゴボラケミーツウィーク。毎回 SBS ラジオの別の番組のパーソナリティがゲストとしてこの番組に登場します。さあ今日はこの方です。 SBS ラジオ一歩金曜パーソナリティ新人アナウンサーの松下春樹です。松下アナウンサーよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと松下アナウンサーは、はい、今年の7月にラジオ初泣き、はい、で初泣き、この初泣きの日にこの番組があった。そうですそうです、初泣きのラジオニュースを読み終わった後に、うん、岡村さんからじゃあサプライズですということで呼んでいただいたのがゴゴボラケでした。すごい。どうだった、ゴゴボラケ出た時は。いやいやいや、もうほんと初めてのラジオ番組、うん、初めてこう長く、うん、モンドさんとお話しさせてもらって、うん、これがラジオかと夢見てた世界だぜと。いやいや、ね、これがラジオのベースだと思わない方がいいよ。本当ですか。もっといろいろあるからね。いやでも本当にゴゴボラケ感謝してまして、そのタイミングで、うん、太陽ボーイっていうあだ名がついた。あ、そうだよね。そうなんです、うん、今ハッシュタグ太陽ボーイがうわー一歩でちゃんと定着してきているという。ちょっとマージンもらってもいいですか。うわー、どれぐらいですか。いや、何パーとかの話じゃないんだよね。うん、で、はい、この秋から一歩の金曜パーソナリティ。そうなんです。すごいね、初レギュラー。スピードが、いやもうありがたいです本当に。羨ま今いくつ松下アナウンサー。僕24歳です。 24! うーん、そうなんです。羨ま一歩って朝何時からだっけ。朝7時から。7時から7時から9時。何時入り。5時。5時入り朝うわ、じゃあ金曜日だから木曜日は飲めないね、お酒ね。木曜日飲めないですね。一回飲んだんです。一回飲んだんだ。一回ちょっとどうしても友人ともともと予定入れてて、うん、飲み行くかみたいな感じだった仲介で飲んじゃったんですけど意外と、うん、いやでもこういう時、うん、ありません。意外と飲んだ次の日、うん、僕すごい舌の周り良くて意外とあんだよね。意外とありますよね。良かった良かった。言わない方がいい。さあ、松下アナウンサーをお呼びしまして、このゴゴボラケミーツウィークでございますけども、はい、今相手に聞きたいことを 一つずつ交互に質問していくという、ね、感じでやっていこうと思います。はい、ではね、いつもよりコーナーの時間が短めなので、まずは松下アナウンサーからいきましょう。松下アナウンサーが僕に聞きたいことこちらです。ゲストインタビューの時ってどんなことを意識していますか。いや、なんか真面目な質問来たな。すいません、ちょっとラジオの大先輩のモンドさん。やめて勉強させていただきたいと思いまして。いやいや、俺初めて4ヶ月でレギュラーなんかもらってないから。やめてくださいよ、もうめちゃめちゃいじってるじゃないですか何、ゲストインタビュー。そうなんですよ、朝のラジオ、うん、コーナーがたくさんあって、うん、その中で7時台と8時台に2回ゲストさんをお呼びして、うん、お話を聞くっていうタイミングがあるんですね、うん、でまた聞く内容もやっぱりそれぞれゲストの方によって違うし、うん、直接こうスタジオに来られる方と、はいはいはい、電話出演、はい、ズーム出演ってあるじゃないですか。あるあるある、わかる。もういろんなパターンがありすぎて、うん、いやそのパターンはね、まあまあわかるけども。そうです。だから正直、うん、新人アナウンサーめちゃめちゃ戸惑うんですよね、ここ。だからこうやって面と向かって話すのと、はい、また電話で聞くのと違うもんね。表情も見えないし、うん、実際こうどれぐらいの理解度でお互い進めていってるのかなと思って。わかるわ、めちゃくちゃ不安になるんですよ。でしかもさ、台本があるじゃん、一応一応そう、ディレクターさんが書いてくれてる、はい、でめちゃくちゃ細かく書いてくださってるディレクターさんもいるし、はい、結構こう過剰書きなディレクターさんもいるじゃんね、うんうん、はい、それによってもなんかこうインタビューの仕方変わってくるよね。そうですね、僕の時本当にありがたいことに結構しっかり書いてくださってるので、うん、もうこれ通りにやっていけば成立はするんですけど、うん、そうそう、とはいえやっぱりとはいえせっかくいただいてるから、うん、ちょっとなんか僕も質問オリジナルで入れたいなとか思うと、うん、回収がどうしてもちょっと難しくなってしまったりとかするので、別の方向行っちゃってね。そうなんですよ、で台本に戻るのが難しくなっちゃうんだね。意外と向こう方も盛り上がっちゃったりとかして、うん、そう、わかる。で時間が限られてるから、あーみたいな、どうしようどうしようどうしようみたいな。いや永遠の悩みだよね、このゲストインタビューね。あ、モンドさんもやっぱり悩みますか。いやもう毎回、毎回だから、あのこの質問されても僕から松下アナウンサーに教えることは一切ない。いや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 、終わっちゃいます終わっちゃいますちょっと待ってください、まあ、でも意識してることか。はい、教えてください。当然さ、全然知らないジャンルだったりとか、うん、はい、今まで全く触れてこなかったジャンルのゲストが来るじゃんね、はい、その時に
なんて言えばいいかな、うわ難しいけども、うん、興味を持とうとするというか俺は、はい、好奇心みたいなのはできるだけこう奮い立たせる感じはあるかな、うん、すっごく今までの人生でどうしてもこう関わりがなかった方とかいらっしゃるじゃないですか。そうそうそう、うん、ニュースでこう最近話題の単語って言われても、うん、やばいそのニュースあんまり抑えてないぞって思いながら挑む時と、いや、うん、このニュース僕得意分野なんですみたいな時って、どうしてもやっぱりこうテンションの差がどうしても出てしまったりするので、ね、そうそう、でも結局それって、ディレクターさんがこの人をリスナーさんに面白い人なんだよっていうことをこうみんなに聞いてもらいたいっていう思いが、まあ、スタッフとしてあるから、そこを僕がまあ代弁して聞くっていう部分はすごく大事にしてて、でも聞いていくとやっぱめちゃくちゃ面白いの。いや今までさ、はい、麦わら細工、麦わらを使っていろんなものをこう作るっていう職人さんがいるんだけども、はい、生きててあんま触れてこないんだ、触れてこなかったんだよね、はい、そう、でもそれ聞いていくとすごい面白い。もう一本一本さ、一回水につけて乾燥させてとかで細かい技術やってで磨いていくと、この麦わらがこう黄金に輝いていくのね、うん、そのものとか見るともうやっぱ感動してきて、でこれすごいんですよリスナーさんっていう、なんかそういう感じにやってってるかな。結論は出ませんでしたね。本当、いやいやいや、お互い悩みながら進みましょう。もう本当に僕も勉強させてください。さあ続いては僕から松下アナウンサーに聞きたいこと、こちらです、はい、プライベート松下って何をしてる時が一番テンション上がるの？はい、これですね。プライベート松下。プライベート松下。だから松下アナじゃなくて、はい、もうプライベート松下として。松下春樹として。そう、春樹として。だってさ、新人アナウンサーでしょ、はい、しかもいろんな番組を任されてる、はい。ってなると、やっぱりこの会社にいるとさ、気張ると思うんだよ。気張ってます。だって全員先輩でしょ。いや、そうなんですよ。歩く人歩く人、もうすれ違う人がもう同期って言ったら15人、うん、自分含めているんですけど、うん、全員顔知ってるからでしょ。もう彼ら彼女たちじゃなかったら全員先輩なんですよ。だよね。っていうことはそれは気張るよそりゃ。もうだからもうほんとすれ違ったら全員、あ、おはようございます、よろしくお願いしますってもうやってます。 であとさ、こういうなんていうの、いわゆるできるアナウンサーを演じるじゃん。やめてくださいよそれ。言わないでくださいよ。僕できますぐらい出すじゃん。隠してるんだから。隠せてないけど。だからそんな中、もうプライベートの時に一番テンション上がることとか、はい、なんか幸せを感じるというか。あ、でも、うん、それで言ったら、うん、もうこう太陽ボーイですとかやってますけど、うん、普段、うん、一人の時間超欲しいです。あ、ちょっと暗いの？いや、あの多分暗くはないと思うんですよ。うん、ただ。どうしても1週間に半日ぐらいは、はいはいはい、曇りの日が欲しいのね。曇りの日がちょっと陰ってて欲しいなっていう日が欲しい。欲しいかな。太陽ボーイとしても、太陽ボーイとしてちょっとお休みしたいなっていう時間はありまして。じゃあそれを自分で作るというか。そうです。だから本当に一人で出かけたりとか、うん、そうですね。何してんの一人で出かけて。やっぱりサウナ行ったりとか、まあ、あと漫画喫茶で漫画読んだりとか。あ、そんなこともするんだ。やりますやります。大学生みたいだね。本当ですね。全然半年前と何も変わってないですよね。あ、そう、はい、でもそれはあえて作るようにしてるっていうか。そうです、あえて作るようにします。でそれの時間を作り終わって、うん、夜から、うん、じゃあ同期と飲みに行こうとか、他局の同期がいるので、またその子と飲みに行こうみたいな感じで、もう一回明るい太陽が輝き、太陽を輝き始める。夜なのに、夜なのに下の方で輝き始めるって。あ、そうなんだ、はい、あ、太陽ボーイも輝くためにいろいろ一旦自分の落ち着く場所を。すっごい冷静に分析するのやめてくださいよ。すごい恥ずかしい。すごいなはい、ありがとうございました。あっという間にお時間でございます。流れないでほしい。今のどうだった松下アナウンサー。恥ずかしいです。いや、あと一歩のお知らせも改めてしておきましょう。はい、はい、SBS ラジオ一歩、毎週月曜日から金曜日まで朝7時から9時放送しております。で、うん、私松下は金曜日のパーソナリティですので、うん、よろしくお願いします。はい、あの全員月曜日から金曜日までパーソナリティが違うんです。そうだよね。だからもう本当に、うん、あ、月曜日はこの色なんだな、火曜日はこの色なんだな、あ、金曜日うるせえなって思ってくれもらえるぐらいの感じでちょっと今頑張っております。ぜひ皆さん聞いてください、はい、よろしくお願いします。松下アナウンサーありがとうございました。ありがとうございました。さあこれからも午後ブラケ、そして山田ボンドと仲良くしてください。お願いします。明日は SBS ラジオラジオイーストパーソナリティ久保紗理奈さん、紗理奈登場です。お楽しみに。